こんにちは、平山茂です。今日は11月13日土曜日でございます。現在時刻は、2時51分、今日はちょっと短めに、ロト7の結果と、今夜から、ちょっと予定している企画の説明をして終わりたいなと思います。大丈夫ですからね、大丈夫ですからね。あなたは大丈夫です。あなたは大丈夫です。さあ、ロト7、結果を見ましょう。ロト7の結果はこちら。当選結果はこちらです。僕の結果ではなくて、昨日の当選結果はこちらになります。10億円が出ております。一口10億円が出ております。10億円ですよ。普段私はロト6をまあやってる、ロト6がまあメインでね、やるとしたらやってるんですけど、ロト7ちょっとね、昨日はいい日だったね、銭洗いでね、洗ったお金で10億円ゲット。ただロト7で10億円をゲットするって相当すごいことですよ。ロト6よりもすごいと思うんですけど、まあでも当たる人は当たるんだろうなと。ということで、いきます。さらっと昨日も言いましたけど、もう絶対当たってないんで、当たってなくてもいいので、はい。じゃあ1個目から、一口目からで、よいしょ。すっ。はい、こちらですね。2、11、13、19、25、32。まあまあ、次行きます。ちょっと結果よくわかりませんが。よいしょ。ピタッ。行きます。ドン。7、10、13。あ、全部クイックピックです。あ、一口だけ自分でチョイスしました。もう一個いきます。ドン !5、11、12、22、29、33、35。さあ、ラスト。多分今のところ全部外れかなと思います。ドン自分で適当に選びました。1、7、14。22、26。なるほど、外れましたね。外れ、ちょっと一回念のため自分でチェック入れさせていただきます。はい、ではこちらに結果を、丸をつけた結果を出しますね。はい、出ましたね。さあ、本数字の27、この数字以外は、まあ、全部ねチェックは入ってたんですが、一列は揃わずということですね。まあ、ロト7、なかなかね、当てるのは難しいと思いますし、まあ、普段やらないものですしね。まあ、とりあえず買いましたということで、まあ、結果はこんな感じでございます。ご視聴ありがとうございます。残念でした。残念でした。すいません。さあ、もう消えましたね。ここからはですね、ちょっと私の、この、今週末ですね、今週末のこの予定についてお話なんですけれども、なんとですね、私、次の仕事が、月曜日からと言ってたんですけれども、11月15日の月曜日から次のお仕事始まるということだったんですが、昨日、ないって言われました。はい。月曜日ないって言われました。あ、そういうことあるんですかって。一応まあ16日からの予定ではあるんですが、まあ実際16日もないって言われる可能性はあるのかもしれません。まあとにかくですね、月曜日も休みになったということで、今日まあ土曜日ですね。土日月と。3連休なんです。なので出かけます。車中泊で出かけます。もう積んであります。積んであるんです。なので、この土日月で旅に出ます。そしてただの旅ではございません。すべてライブで行います。すべてをライブ配信で行います。ということで、なので当然
見れない方、リアルタイムに見れない方もいらっしゃると思います。そんな方のためにもですね、アーカイブという形で、アーカイブとして残りますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。すべてライブ配信で行います。なので、この動画が上がった後ぐらいにですね、ライブ配信が開始されるんじゃないかと。もしくは、リマインダーという形で、ライブ配信のお知らせをね、YouTube 上に上げときますので、もし見れるよという方はその時間に集まっていただきたいなと思います。目的地はまだ言いません。一応目的地一つ決めました。まあ東なのか西なのか北なのか南はないですね。東か西か北ということで、ただまあ月曜日までに帰ってこなければいけないので、そんなにね、遠くはいけません。ということで、お知らせでございました。はい。まあ、早速ちょっとね、今日の動画をまず編集してアップいたしますので、この動画を見たよという方は、ライブ配信もよかったら、来てください。来てください。皆様、大丈夫ですからね。大丈夫ですから。大丈夫ですから。大丈夫。いい週末、送りましょう。ということで、平山茂でございました。それでは、また、後ほど。